マテヤケ・ジュマンは、セルビア・ベオグラード出身の元サッカー選手、現サッカー代理人。現役時代は、セルビア・モンテネグロ代表でポジションはフォワード。パルチザン・ベオグラードユースに入団後、ユーゴスラビアのクラブチームを転々とし、1998年に、フルス・パルチザンに復帰。1998から99シーズンには28得点を、上げて、リーグ得点王となった。 2000年、オランダの PSV、アイントホーフェニエー席。故障に苦しむエース、ルート・ファニステル・ローイにとって変わり、24得点を上げる活躍で、得点王を獲得するとともに、リーグ優勝に貢献。ユーゴスラビア代表にも招集され、5月25日の中国戦で代表デビュー、ユーロ2000にも出場した。この頃、クラブの本拠地、フィリップス・スタディオンでは、 PSV の得点のどにバットマンのテーマ曲が流れるようになっており、2002年から同僚となったアリエン・ロッペンと共にバットマンとロッペンと呼ばれ、バットマンのニックネームが定着した。PSV 在籍の4シーズンで3回リーグ得点王を獲得し、国名がセルビア・モンテネグロとなった代表でも中心選手として活躍していたが、ユーロ2004予選時に、 当時の監督だったデヤン・サビチェビッチとの確執が表面化し代表を離脱、ケジュマンを描いたセルビア・モンテネグロは本戦出場を逃した。2004年夏に約500万ポンドの移籍金で大型補強を進めていたイングランドのチェルシーへ移籍する。しかし攻撃陣の層が厚かったこともあって先発出場は14試合に止まり、クラブはリーグ優勝を果たしたものの、 不遇のシーズンとなった。翌2005年、出場機会を求め、スペインのアトレティコ・マドリードへ移籍。ワールドカップ、欧州予選では代表へ復帰し、同組のスペインを抑え1位通過を果たす。ワールドカップ本大会でも2試合に先発したが、チームは3戦全敗し、グループステージで敗退した。ワールドカップ後の2006年8月、トルコのフェネルバフチェースケに移籍。 移籍 1>, 1年目ではなかなか結果が残せなかったが、翌2007から08シーズンでは、リーグ戦で11得点と活躍し、復活の兆しを見せた。2008年、パリ・サンジェルマン FC へレンタル移籍。この契約には一部残留を果たせば、自動的に買取となるオプションがつき、クラブが残留を決めた2009年に完全移籍した。しかし終始控えに甘んじることとなり、 高学年報もネックとなったことから8月に半年間の契約でゼニトサンクトペテルブルクへレンタルで放出された。同年12月ゼニトは買取オプションを行使せずパリサンジェルマンへ復帰した。パリ復帰後は中は戦力外のような扱いとなり2010年11月に契約を解除した。2011年1月20日 香港リーグの南継続球体との契約が発表された。2012年1月、現役を引退した。引退後は代理人として活動しており、主な顧客にセルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチなどがいる。2012年5月21日現在、フェネルバフチェ時代。ありがとうございます。